はい、こんにちは、本店日常です。今水郷支部店に来ていますので、水郷支部店を見学していきたいと思います。では行ってみましょう。ということで、こちら全国大会の広告ですね。去年の総理大臣賞がポスターになってます。では会場内に入っていきたいと思います。はい、ということで、今回1位になったのはこの剣という木ですね。これ全部特別賞なんですけど、はい、1個ずつ、まあ、紹介していただければと思います。で、剣も新聞に載ったようです。すごいですね。はい、で、まあ、大体この1位がここの真ん中で、2位、3位、4位、5位みたいな感じなんですけど、ちょっと回るのが大変なんで一気に右から行きたいと思います。はい、舞妓獅子ですね。島福林の虎がとても綺麗に出た舞妓獅子なので、そちらが評価されて特別賞になりました。次は寿苑ですね。はい、こちらもあまりよくできない木ですが、結構珍しいので、こんだけよくできると特別賞まで行くということですね。続いては太陽ですが、ちょっと暴れてしまったんですが、この手芸品ですね、この芸が評価されて特別賞に行きましたね。続いて鬼道ですね。ちょっとすいません、今ちょっと動画撮っててすいません、はい、ちょっとお客さんがいるので反対回ります。はい、反対側はこちら五大衆ですね。今話し変えてくれた人の木です。はい、あちらの方の木ですね。はい、五大衆、まあ、この木島の入り具合がちょうどいいですね。これぐらいの殻で入るのが古代種は一番いいのかなと思います。続いて天元ですね。これもかっこよくできてますね。母葉が引いてけど、ちょっと若返ったような葉になって、はい、この木はね、3年ぐらい連続で天元で1位取ってますよ。はい、次は朱光ですね。朱光らしい朱光といったところで、はい、主公の見本木はこれでいいんじゃないでしょうか。反射がすごいな。続いて清風木ですね。清風木らしい清風木で、あんまりね、作るの難しいんですけど、綺麗にできてますね。こちら全国大会でもいいとこ行くんじゃないでしょうかね。続いて新清殿、この首の太さが評価されました。次は舞妓ですね。舞妓4枚以上葉っぱ残すの難しいんですが、葉っぱもよく持って、もうちょっとここの芸が来るといいんですけどね。けど舞妓にしてはよくできてると思いますね。続いて琴寺ですね。もう白すぎて光に飛んでしまいますわ。はい、もう芸も完璧で、下輪までしっかり芸が乗って、これも
今年のコトジンでトップになるんじゃないかなと思います。はい、ちょっとお客さんがいるので、こちら花宝都の図、残雪、目を閉じし、まあこっちから行きますか。剣ですね、最初の。この花宝都の図は相沢翔ってやつで、柄が細かく入ります。で、続いて残雪ですね。こちら松島省の総理口という系統です。柄がとても多く入る血統で、また松島省ですが白く冴えるのが特徴ですね。はい、次は目を閉じしですね。ちょっと芸が甘かったですけど、ですが格好も良くて力強いので評価されました。で、今回最後ですね、火山。この木は結構悩ましかったんですが、表と裏の真偽が結構こっちの方が見栄えはいいんですが、止め歯がこっちに向いているので、あとは要修正といったところで、はい、こんな感じですね。今回水郷支部展の、特別賞取らせていただきました。やっぱここがすごい画面映えしますね。はい、ということで西郎さんに来ていただきました。西郎さん、今回この特別賞に受賞された残雪を受賞された方です。で、西郎さんにインタビューをしていきたいと思うんですが、西郎さんの元歴を教えていただけますかね。大体40年くらいだと思うんですね。30歳の後半くらいから始めて、はい、40年、まあ、なるかならないかくらいですね。はい、で、受賞作品、この残雪ですねを紹介してほしいんですけど、この木は残雪の何か賞などはありますか。これは松島賞残雪といいまして、これの先代のその前ですね、親の親の代で内閣総理大臣賞を取った木の孫にあたる木ですね。はい、で、松島賞で、内閣総理大臣賞を取ったのがこの血統。そうですね、この血統になりますね。で、唯一ですもんね。はい、唯一この血統のものが内閣総理大臣賞になって、はい、片貝賞も一回なってますよね。片貝賞も残雪では内閣総理大臣賞取った人いるんですけども、あれはまたこの松島賞とは木型が違って、もう少しピシッと立つタイプなんですね。で、図書もこういう大きい柄じゃなくて、はい、打ち込みの小さな柄がピシッと入る、またそれも魅力のある種類ですね。なるほど。で、じゃあ西尾さんがもう40年近くお元をやって、これずっとやってるんですもんね。はい、そうですね。そうやってられるお元の魅力っていうのは何でしょうかね。そうですね、お元は古派、中派、大派と大きく分けて3つに分けられるんですけども、はい、それぞれの品種の中で、その古派は700-800種類、中派も500-600種類、大派もやっぱり400-500種類くらいあるもんで、数がものすごくあるんですね。はい、で、こういう栽培をしていると、いろいろな品種をいっぱい集めたいっていう、その何て言うんですか、集める魅力っていうのもあるもんで、はい、それでいろいろな種類をこう作ってますね。なるほど。で、作ってるうちに自分に合った、自分のこう栽培の仕方に合った、で、こう柄とか芸とか、そういうものが気に入ったものがどうしてもそれを主流にやるようになってきますね。けど40年っていうとやっぱ飽きませんか。そうですね同じものを40年っていうと、普
通はなかなかそこまで続かないんですけども、はい、これはどう言ったらいいんでしょうか、奥が深くてですね、毎年作っていても同じように作ったつもりでも毎年できるものが違いますし、はい、それに何種類も同じ系統の中でも同じ種類の中でもいろいろな系統がありますから、はい、その系統を変えて作ってみたり自分に合うものをこうだんだんと変えてみたり、はい、で作ってるうちにもっとこうそのもともとあるものよりももっと良くなる時がありますので、はい、それがやっぱり魅力ですね。それにはまるとどん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 こうその道にのめり込んでいきますね。やっぱり毎年葉っぱが、ね、違うっていうのと成長していくっていうのと、そうですね、一回として、ね、同じ形にはなりません、ね、 ね、まあ、それが魅力と飽きない魅力というか、そうですね、なるほど、まあ、今回はこんな感じで西尾さんにインタビューさせていただきました。